で塩、砂糖、醤油なんか作ってます。はい、スタート。はい、生姜とニンニク刻んでます。ごま油、はい、溶かしちゃう、こんぐらいそのまま入れちゃうんだ。ちょっと多いなと思ってるけどね。じゃあところで水じゃない、お湯入れちゃうんだ。これはもう事前にお湯沸かしとくのね。うん、お湯沸かしといて、あとスープの素、はい、塩、はい、酒、砂糖小さじ2。これまた詳細書いてください。数字はわかりません。ウェイパー、ウェイパー好きですね。類似品は OK なの？大丈夫だよ。あるよね。あ、ニーハオみたいな感じですけど、多分違う。なんとかパオみたいなやつ。日本酒。小さじ2、本当入るのって感じか。小さじ2？いや、1にしとこうか。少なめでいいよ。殺す気かっていう。でも他の見るともっとすごいよね。前ラーメンの見て、あ、レシピ見たら食べようって気にはならない。醤油ラーメンがね、すごいんだっけ。和風だし、和風だし、小さじ。中華と和風両方入れるんだ。うん、白だしでもいいと思うけどね。なるほどね。物々しい袋だけど、これどこの？築地のカツオの粉です。粉。もうちょっと粉も。うん。よし。はい、スープ6分。あとはラーメン入れておしまいです。こっちだ。以上。でもさ、10分以内できるってすごいよね。でも、うん、本格的な味になります。ラーメンになるよね。ラーメン。定番。重曹。これだけもうこれで重曹を入れるとパスタがラーメンになります。これね。よし。え、黄色くなるの？なる。いくよ。このシートでせーの。いや、もう一杯いっちゃえ。え、2杯も入れるの？すごいね。結構ゆっくりだね。はいよ。おお。気をつけないと吹きこぼれるよ。面白いでしょ。うん、まあ、切る。これはさ、うん、重曹入れるとね、うん、すごいなんかちょっと粘っこい感じの、ほら、わかる？パスタじゃなくて、このすごい粘っこい感じになるんだよね、これが。これがラーメンだよ。重曹ラーメン。どれ粘っこくて。粘っこくなのか。ぴょん。スープやってください。スープを、じゃあ。もうなんか、ラーメンって感じがするね。スープ多めで。スープ。はい。メンマ。あ、すごいね。手作り、手作り。手作りメンマ。おお。今何月？最後。のり。できたよ。よし、食べるぞ。やー。食べるぞ。イエーイ。あ、持ってて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 。持ってて、持ってて、はい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 。はい、食べよう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 。おお。それでは、いただきましょうか。いただきましょう。よいしょ。自家製ラーメン。イエーイ。メンマも、メンマも。素晴らしい。はい。いただきます。いただこう。あいてください。感想言ってくれないと父ちゃんが食べ始められない。ビールのび。うん。普通にラーメン。醤油風ラーメン。そうじゃん。うまい。よし。でもね、美味しい、あのね、ラーメン屋さんのラーメン。うん、父ちゃんも食べようかな。誰か取ってくれ。はい、はい、美味しい。いや、勢いがないよ。勢いが、腕。いただきます。なんだよ。あ、味噌ラーメンよりすごい簡単でいいね。これ。パスタは太麺の方が美味しい。これこれスープおいしい、醤油ラーメン。うん、ちょうどいい。スープ5分で作れるからね。これ美味しいわ。うん、あれ。